Good morning, YouTube. 今日は埼玉医大の国際医療センターの本先生によります、えー、スウェーデンのハートフェリアレジストリーから、えー、血圧が下がった患者さんに心不全治療薬の強化をどうするかという、まあ、非常に興味深いお話ですね。よろししくお願いしますよろしくお願いします。 そうまずコンクルージョンですけれども、出狭血圧の低下と神経化症、及び心不全による入院リスクの増加との関連性は、高容量の心不全治療薬を投与された患者では弱められました。さらに心不全治療薬の投与量を増やしている間の出狭血圧の低下というのはリスクの増加と関連しておりませんでした。このことから低血圧と時間の経過による、えー、と出狭血圧の低下を心不全治療薬の最適化の限界として認識すべきではないということが示唆されます。 バックグラウンドですけれども、まあ、近年、ア、えーニーや SDLT2 の登場によりまして、えーと、新規薬剤の導入というのが心不全の領域においては非常に注目が集まっている部分かなというふうには思いますし、ファ n t a ックフォ4という言葉は非常に分かりやすくて、あのとても、えー、と新規治療の方にですねあに注目が集まっている部分かなとは思います。 でまあ、ただですね、まあえーと、少し古いデータではあるんですけれども、まあ、過去の報告でも実際の薬物投入率がどれぐらいなのかというところを見てみると、えー、と目標容量、もしくは50%容量に達し、えー、と心不全治療薬が達している患者さんというのは、えーと、全体的には低いということが報告されていますで、えーと。赤線で示しているんですけれども、やっぱり a、えー e や ARB においては、えーと ベータブロッカーに関してはやはり血圧が低いということに、血圧が低下してしまう、もしくは血圧が下がるんじゃないかという恐怖感によって、そのタイトレーションが行われていないんじゃないかなということが示されていますこれ、s g t 2阻害薬に関してはデータがないんですかそうですね、一応2016年のデータなので、おそらくちょっと古いものにはなるので、古典的な心不全治療薬っていうのもデータになります。いよねは でえーとまあ、血圧と心不全の予防というのはどう関連しているのかというのも、もうすでに過去に報告があるんですけれども、えーとえーとまあ、血圧、別類の血圧の、えー、と値によって、やはり血圧が低い方うが、まあ、長期的な予防も悪いというところも示されていますし、あの血圧の変化率ですね、もうあの血圧の変化が大きい方が、低下率が大きい方が、やはり予防が悪いということも示されています。 これは EF を補正した後もこうなっちゃいますかえっと、ごめんなさい。ちょっと EF で分類はされていない方データだと思うんですけれども、<laughs> ちょっとすいません。そこはごめんなさい。確認をしてストップれていきたかや,やっぱり EF が低いと血圧が出にくいって考えると、うん、EF が悪い患者さんの方が結局予防が悪いっていう可能性もありますかねそうですね。その可能性はあると思います。はい。ありがとうございます。 えとしかしですね、心不全管理の焦点というのは、まあ、血圧を下げる効果には関係なく、また多くの場合、まあ、血圧が下がるというのは十分分かっているんですけれども、生存率が改善するということが示されている薬剤を開始して増やすということが心不全治療の根幹になってきます。で、血圧の低下というのは、まあ、天気が悪いということはもうすでに示されていますけれども、心不全治療薬を入れて血圧が下がっている、えーまあ、そういった、えー、心不全治療薬のこう の投与量と天気の改善の効果っていうののを、えっ、ー、と。 2つの変数の相互作用に関するデータというのはほとんどないというのがあの実情です。なので、今回の研究の目的は、心血管腫および心不全による入院に関して、収縮血圧と心不全治療薬の投与量との間の相互関係を、えー、評価すること、また、追跡間中の自然発生的な収縮血圧の低下というのが、まあ、心不全治療薬の容量調整に関係する収縮血圧と比較して、まあ、異なる転機を示すのかどうかということをあの評価するというのを目的としています。 で方法ですけれども、対象患者は、えー、とスウェーデンの心不全レジストリーから EF40% 以下と定義されたレフの、えー、患者を登録しています。でまあ、このス,スウェーデンの心不全レジストリというのは2000年5月以降、臨床医が心不全と判断した患者を登録したレジストリーとなっています。 で心不全治療薬の、えー、と投与量と,、えー、と割合に関しては、これは ESC のガイドラインに従って、えー、と設定がなされています。でえー、とアーニーに関しては、この対象期間中に分析を行うのに十分なあの症例数が集まらなかったということで、えー、と解析の対象期になってしまっています。 で天気に関しては、主要評価項目が心血管死、または最初の心不全入院を組み合わせた時間。で、副次評価項目が心血管子及び失神による入院となっています。で、結果ですけれども、ちょっとベースラインのキャラクタリスティックスがちょっとオンラインのものだったので隠れてしまっているので、言葉でちょっとご説明させていただくと、2000年から2018年の間にスウェーデン心不全レジストリには、えっ、ー、と、 4万2000人のレフック患者が登録されております。で約22%が、えー、と心不全の治療薬が全て目標値に達成していまして、20%未満が心不全治療薬が導入されていない、もしくは50%未満という結果になっていました。2 0以上もこの、まあ、なんていうか、ターゲット同時に達しているって結構すごいですね。確かにそうですね。これまでの,あの研究に比べると、 まあ入ってはいるのかなとは思います。3歳、ね、<々>はい。で、えっ、ー、と、心不全治療薬を使用しなかった患者、もしくは低用量の患者というのは高齢だったり、外来ベースの患者だったり、NHA クラスや、えっ、ー、と、人気の悪い患者だったり、えっ、ー、と、NP プロビー、n p が高値だったりという患者になっています。で、えっ、ー、と、 まあ、心不全治療薬の容量カテゴリーが、まあえー、心不全治療薬が入っている症例と入っていない症例の、えー、と収職血圧の差は5ミリ、えー、と5ミ未満という形になっています。 で、エースヒビターは89.2%で導入されてまして、そのほとんどがラミプリルとエナラプリル。ベータス大クは91.7%で使用されて、そのほとんどがメトプロロールとビソプロロールという結果になっています。MRA も約半数の45.3%で使用がされています。これ ARB はどうですかえーっと、えー ARB を含めるとも、ねも、もっと高いっていうか100、100%近いんですかね、もしかしたら。そうですね、ちょっとこれが、もしかしたら SARB だったラスインヒビターなんです,すいません、SARB の値だと思います。ね、はい、そうですね、ありがとうございます。はい で、えっ、ー、と、収縮血圧とアウトカムの関連性なんですけれども、収縮血圧が低下すると、心血管死えっ、ー、と、心不全入院のリスクっていうのは、やはり徐々に増加してきまして、黄色い線で示しているんですけれども、まあ、収縮血圧120と基準とすると、やはり、えっ、ー、と、血圧が低下するに、えっ、ー、と、低下していくごとにですね、ハザード比っていうのも上昇していくことが示されています。で、えっ、ー、と、これが、 えと治療用量カテゴリーに応じたベースライン、収縮血圧天気との関連性なんですけれども、えー、とそれぞれ、えー、と血圧に応じて薬剤の導入率っていうのが、カテゴリー別に、えー、と分類されている形になります。使用ア,アウトカムに関しては、心不全治療薬の容量が減って、収縮血圧が低下するにつれて、使、え、用、ー、ア,アウトカムの増加しているという形になります。 で、特に収縮血圧100から119の症例においては、最大の心不全治療を受けた患者の方が、えーと、収縮血圧が高くて、心不全治療薬の導入率が少ない患者よりも、ハザード比は低いという結果になっていました。で、一番天気が悪かったのは、やはり収縮血圧が低くて、心不全治療薬もあまり導入できていない、えー、患者群となります。で、えっ、ー、とー、 こちらがですね、天気に関するベースラインの収縮血圧と治療量との、えー、と相互作用なんですけれども、えっ、ー、と、収縮血圧、ベースラインの収縮血圧が、えー、と10上がるごとにハザード比っていうのはあの下がりはするんですけれども、ラスとベータブロッカーが入っている症例においては、えっ、ー、と、未治療の患者よりも薬が入っている症例の方か、その、えー、と血圧が上がることによる恩恵というのは少ないという結果になっています。 で治療量の変化と収縮血圧の変化との関係性なんですけれども、これは患者をです、ね、4群に分けておりまして、薬物治療、血圧ともに変化がない群、えー、薬物治療が強化するに従い、血圧も下がっている群。 で血圧は自然に下がっているけど、薬物治療も変化していない分、あとは薬物治療は減量されていて、血圧が下がっている分の4分に分けて比較しています。でえー、とこれに関しては治療、えー、薬物治療強化を行って血圧が低下している患者というのは、薬物治療、血圧ともに変化、えー、がない患者に比べて、えー、とリスクというのを増加させていないということが示されています。 いいディスカッションなんですけれども、今回の結果ではベースラインの収縮血圧の低下というのか、心血管死亡、または心不全による入院のリスク増加と指数関数的に関連はしていましたが、えーと、心不全治療薬の容量が増加している患者ではこの関連性は弱まっていました。ラスト外在およびベータ遮断薬の容量を増加させた場合の時間の経過による収縮血圧の低下というのはリスクの増加と関連していませんでした。 えと低い収縮血圧がヘフレフの天気不良と関連しているにもかかわらず、リスクの増加は主にえ低容量の患者、もしくは、えー、と薬剤の容量を増やすことができない患者で観察されているのに対して、まあ、心不全治療薬がしっかり入っている、または、えー量えー、容量を増やすことができる患者では軽減されているということを示唆しています。収収血血圧圧のの低下、または、えーと収縮血圧の 低下っていうのを、まあ、あすみません、収集血圧の低下を心不全治療の最適化に対する禁忌として、まあ、すぐに判断するのではないっていうことが重要になります。えー 慢性期のヘフレフ患者では、収縮血圧が重低下すると、全身の死亡リスクが13%高まるというふうに過去には報告されていまして、まあ、今回の結果でもベースラインの収縮血圧と天気の間の優位な関連性を示すことができていまして、まあ、過去の報告と同様な結果にはなっています。ただ、過去の研究では、どれでもあの背景の心不全治療薬の変化と血圧の関連性というのは評価ができていませんでした。 で今回の研究では、まあ、天気に関して、えー、と薬剤の、えー、容量の変更と収縮血圧の優位な相互作用を観察、えー、した最初の研究となっていますで。心不全治療薬の容量が増えると、低血圧との、えー、天気との関連性は弱まっていたこと、また、えー、心不全治療薬の増加と同時に起こる、えー、心不収縮血圧の低下というのはリスクの増加と関連しておらず、容量の増加に関連して発生する低血圧が有害でないことが唆されていました。 そのため、まあ、低血圧によって心不全治療薬の使用や投与が制限されるべきではないということが示唆されます。でまあ、実際の実臨症の現場では、先ほどもお示ししたように心不全治療薬の使用は、まあ、最適とは言えない状態になっているのもあの実情だと思います。でまあ、低血圧というのは腎機能の悪化とか高カリウム血症とともにこれらの薬剤の不使用、え最適用以下の投与、中止ってになってしまうことの一般的な理由として挙げられています。 で心不全治療の、えー、と最適化の設定で、収縮血圧の変化が生じた場合、えーとまあ、今回の研究では、治療が高評価して血圧が下がったということが、その天気の赤とすごく強く関連していたわけではないので、まあ、あのそれによって薬剤の増量をちゅう躊躇するべきではないんじゃないかということが示唆されています。 でまあ、実際、こちらは、えー、と2020年に示されている低血圧時のヘフレフ患者さんの対応というのが示されているんですけれども、まあ、まずはすごく血圧が低い方に関しては心不全治療薬でないものを減らす。でまあ、血圧が100以上あ,るありますよというような方に関しては何回か経過を見てみましょうというのが推奨されていますで。心不全治療薬 えー、以外の血圧の薬を減らしても、まだ血圧が低い、もしくは有症候性ですよというような場合には、えーと、利尿薬などを減らせないかという工夫をした上で、最終的に心不全治療薬の減量もあの考えるということになっていまして、できるだけ心不全治療薬の投与量を維持するというような戦略が取られているんですけれども、この、まあ、アプローチを裏付ける結果に今回の研究はなっています。 でリミテーションですけれども、後ろ向き観察研究であり、行、え、楽、ー、の可能性もあること、心筋の悪化やカリウムの増加などはあの十分評価できていないこと,で、えー、と、心不全治療薬の変化に伴う血圧の変化や、えー、とその再評価のタイミングにはあの下がったので、バイアスの可能性があること、まあ、その他、低血圧に関連する、えー、と関連有害天気というのが十分評価できていないことが挙げられていました。 るゃんですけれども、えーと、収縮血圧の低下と神経関死および心不全による入院リスクの増加との関連性は、高用量の心不全治療薬を投与された患者では弱められていました。でえー、と心不全治療薬の投与量を増やしている間の収縮血圧の低下というのは、リスクの増加と関連をしていませんでした。そのため、えー、と低血圧と,、えー、と収縮血圧の低下 シを心不全治療薬の最適化の限界として認識すべきではないということが指されました。以上になります。はい、ありがとうございました。今日は、えー、とスウェーデンのナショナルレジストリーからですかね。えっ、ー、と、18年間の、えー、と蓄積データでじなんどのくらいの人数でしたっけえっと、47万トータルですとすみません。 4万人ですね、はい、4万人のヘフレフ患者さんですね。で、その血圧と、それから心不全治療薬の、えー、が、まあ、その天気に与える影響とか関係性っていうのを調べたという報告だったと思いますけれども、これって、やっぱりその、まあ、結論としては、えー、っと心不全治療薬をたくさん入れると、えー、まあ、その、もともと見られるような、 で血圧が低いイコール予防が悪いっていうのが、まあ、減弱されるという意味でしたかねそうですね、はい。これやっぱり血圧を測るそのポイントというか、タイミングがそあの、お薬を始める前かどうかっていうのが、本当にベースラインかっていうのがすごく気になるんですけど、そこはどうなんですかね。 つまりも、もともと、はい、お薬が入っちゃってて、その血圧の人と、まだ入れてなくて、えー、低い血圧の人っていうことがあればですね、えー、血圧お薬を入れて、その血圧なんであれば、もともとはもうちょっと高いってことになるじゃないですか。そうすると、やっぱりその結果がぶれちゃうっていうか、ぼやけちゃうかなって気がするんですけど、そこはどうですかね。 それれは本当先生のおっしゃる通りだと思いましたこれ臨床医が判断して心不全って判断したタイミングで、えー、とこのレジストリに入っているのでそ,、ね、その前に高血圧とかで薬剤が導入になってたとかそういう可能性は十分あると思うのでそういうのも一応リミテーションの中では血圧を測るその測定のタイミングとかっていうのが、まあ、バイアスになっている可能性はあるっていうのでは述べられてはいました。 そうだよね、必ずしもその新規導入どうしで,同士でやっぱり比較してないから、やっぱり本当のベースラインの血圧なのかどうかっていうのは、少し、まあ、やっぱり疑問があるかなというところはありますかね。血圧のカットオフっていうのは90っていうのが1つのカットオフと考えてやっぱりいいですかね。 そうですね、あのーまあ、一つのカットオフとしてはいいかなというのと、まあ、今回の研究でも一応120を基準にすると、うん、まあ80でハザード比1.5まで上がっているので、まあ、90っていうののカットオフっていうのはそれなりに妥当なんじゃないかなと思います。 でもやっぱりまあ今回のその観察研究でももう一度示されてはいますけれど、ベースラインというか、もともとの初めの血圧が低い人っていうのは、やっぱり予後が悪いってことですよね。それは収縮能がやっぱり低下してるっていうか、悪いっていうことでいいんですかね。そうですね、まあ,あのいろんな要素は、血管的な要素とそのアウトプットの要素、その魔梢血管の抵抗っていうのが関連してるとは思うんですけど。あの まあそもそもちょっとレフの患者さんっていうのは少し、まあ小血管抵抗も下がっているのに加えてプラスで血管を広げる薬剤を使っているっていうところもあるところで、うんうん、あの、まあ、アウトプットが低いということとレフの病態的にも関連はしていると思いますそうだよねえっ、ー、と心まあ、重症の心不全患者さんが抹消、まあ、血管が広がっちゃうっていうのはどういうメカニズムですかえっとまあその 代償機構として、急性期のショックの時とかよく見られていると思うんですけど、まああのーまあ、低下した、えー、と収縮能を補うために、そのアウトプットを維持するために、まあ小血管を広げて、高、うん、負荷を下げてあげるという代償機構は体の中で働きますので、それが慢性的にこう続いていくという形やっぱりそれは ANP とか BNP が高くなるからということもあるんですかね。 なるほど、なるほど。えっ、ー、と、谷先生から、血圧の測定タイミングに言及はありますか、まあ、朝測ったのか夜測ったのか、どこで測ったのかとか、内服前後っていうのは特にはないですかね。特にこの文献の中ではあのなかったです、ねただこれ、基本的にはオフィスブラウドプレッシャーって考えていいですかね。えー、診察そうですね。血圧すねはい、はいはい えー、こういったとき、いつも血圧は収縮期を見ていることが多いですが、臓器管理という意味では、ミ、え、ン、ー、の血圧とかっていうものもよく出るんじゃないかなということですけれども、やはり収縮期の血圧と両方との関連性が強いですかという質問ですねそうですね、おっしゃる通りで、臓器管理という意味では平均血圧の方が重要になってくるかなと思うんですが、まあ、過去の報告だと比較的収縮血圧で、送別化されている報告が多いかと。 そうですね。あんまりなんか、ミンとか拡張器の血圧で、こう、えー、心不全治療薬を上げ下げのなんか、我々のディシジョンメイキングにあんまり影響しない感じもしますかね。なんか経験的にね。はい。えば先生から、えー、患者群の BMI の分布はどのくらいでしたか握力などとか、筋量の指標はありましたかつまり、まあ、フレイルとか、下壁紙とか、そういったところとかの関係はどうですかという質問ですかね。 えとちょっとそこに関しては、えー、と特にベースラインのキャラクタリスティックスでは示されていなかったかなと思います。今回の関係性は年齢とか BMI とかっていうのはもちろんその補正してっていうことでいいですよね。あそうですね、最後の,あのこの4群に分けているのに関しても補正はされているのか、下に示されているのえこの、えー、とキーフィギュアについてもう一度説明してもらっていいですかえ えとまあ、血圧、治療ともに特に変化はなくあの来ている症例と、まあ、心不全強化に伴って、えー、と血圧が下がって治療強化に、まあ、伴ってとか心不全の強化もされていて血圧も下がっているよっていう。あとは心不全 2> は2ポイントで見てるってことですかそうですね、はい。うんはい、あ二2ポイント、4ポイントだったか、ね、すみません、複数ポイントだったかもしれないです でえー、と薬物治療は変化ないけど、自然に発生的に血圧が下がってしまっている症例。うん とあとは薬物治療も血圧低下に伴って薬物治療も、まあ、減量せざるを得ない症例たちなのかもしれないんですけど、まあ、あのこの4分に分けているというところで、まあ、基本的には血圧が下がってしまって心不全治療薬も減らさざるを得ないような症例での予後が悪いというのは感覚的にはっきり分かるかなと思うんですけれども、あのー、重要なことはこの、えーとえーえー、左から3番目と4番目の比較というのが大事ということなんですかね。 えと左から2番目とのが多分重要なのかなと思います。2番目と3番目<っ>、はい。4番目はおそらくもうあのすごく悪い人たちだと思うので、治療薬もあの増量できないし、血圧も下がってしまう。いなので、ま、この症例はやっぱりあのすごく心不全として悪い患者群なんだと思うんですけど、一番、うん、えと右の症例群。<laughs> でなんですけど、その血圧が下がってる群の中にも、えーと、自然発生的に血圧が下がっていって、心不全治療薬が変化、まあ、強化されてない人たちよりも心不、うん、血圧が下がってるけど、<あ>心不全治療をきちんと強化している人たちの方が、うん、まが、予後はハザード比は下がるよっていうところが示されているのかなと思います血圧が下がるっていうのも程度があると思うんですけど、これっていうのは何か決まってたんでしたっけ

ですねもともとの血圧がもう低い患者さんだけ集めるっているっていうことであれば、はい、まあ納得も少しいくんですけどやっぱり150が140に下がった人とやっぱり90が80に下がっちゃった人っていうのの10はやっぱり意味合いも少し違うのかなというところはあるので血圧は下がったけど、えー、治療を増やせた人っていうのはもともとのやっぱり血圧は高かったっていうこともあるんじゃないのかなって少しやっぱり勘ぐっちゃいますけどどうですかね。 そうですね、確かに、あのーあ、ちょっとその可能性っていうのはあるのかなとは思います。すごくざっくりとした研究ではあるので。うん、そうなんですよね。だから、はい、これでちょっと結論付けるのはというのもあるし、やっぱりまあ、うんもちろん100ぐらいあれば、なんとかもう少し増やしたりとか、維持したりっていうことをするかなとは思うんですけど、 さすがに80代前半とかになってくると少しまあ減らした方がいいのかなっていうのはやっぱり思っちゃいますよね、実際の現場ではね。まあ、ただ、今回の,その,なんてのメッセージとしてはまずその不要な高圧薬であったりとか利用薬っていうのをから減量してみるってことをトライしたらどうでしょうっていうメッセージにはなってるわけですよね。そうですね、まあ、今までそういった戦略っていうのがあの実際示されてはいて、それをこう。 サポーートすするるよううなななデータにっていいいんじゃかとところだと思います例えば、まあ、s g l t 2阻害薬とか、まあ、アニに関しても、やっぱり利尿の効果っていうのは、もちろんあるお薬だし、血管拡張の効果もまあ,あるわけなので、そうすると、やっぱり利尿薬を少し減らせる可能性っていうのがありますよね。そうですね。うん、えっ、ー、と、谷先生から、血圧が低くても入れられてるのか、入れられてるから血圧が低いけど、よくないのか、まあそうなんですよね。そ,それはあの先ほどの議論ですかね。 うん、はいありがとうございました。まあ、今回はその、まああのー、野本先生のように、かなりざっくりとした、あのー、因果関係というよりは相関関係という、まあ、入り合いが強いようなレジストリーからのデータではありましたけれども、まあ、これをもって、まあ、今後、ですね本当にじゃあ、ギリギリの血圧の人に、まあ、お薬どうしていくかっていうのは、やっぱり前向きに検討してみないと、何とも言えないっていうところはありますかね。 はい、そうだと思います。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、この研究の結果で、野本先生の明日からのまあ、重症心不全の患者さんに対する治療方針っていうのは何か,かわ影響はありそうですか？ そうですね、あのー、やっぱりちょっとタイトレーションに関しては、躊躇してる症例っていうのはやっぱりいるとは思うので、うんあの、そこはやはりきちんと入れていかなきゃいけないなっていう意識の変化っていうのにはつながるかなっていうのと、多分心不全やっている循環器の先生たちは、多分80、90ってもうタイトレーション必要かなって思うと思うんですけど、症状とかがそんななければ。でも多分普通のの内科医の先生とかだったら いらっしゃるかなと思うので、そう,でね、そういった方にも意外とその恩恵はあるかもしれないよっていうメッセージにはなるかなと思います。我々の方がそのき地が高いっていうのか低いっていうのか、まあ、ガシガシやっぱりやりがちっていうのはあるかもしれないですね、はい、あの増量非常に野本先生が見てるような EF10% 台ぐらいのですね非常に重症な心不全の患者さんっていうのは あのがやっぱりその問題になってくると思うんですけど、そういう方のタイトレーションは、やっぱりかなり慎重にその時間をかけた上で、すごく少量ずつ上げるっていうことになりますそうですね、実際は結構あの、本当にその少量から上げていくことに、どれぐらいの意義があるのかというのは、ちょっと分かってない部分なのかなと思うんですけど、やっぱり外来ベースで見ていくと、うんあのー、怖い部分はあるので、少量から増やしていると思います。 どのくらいの感覚で患者さん外来で見てますかそういう人たちって。そういう人たちは大体1ヶ月に1回は来ていただいて、見させていただいてます 1> 1、ね、そするともう外来がパンクしてしまいそうになりがちですけれども、まあ、なんとかね、この、もうちょっとこう、大きな指針というか、こうやっても大丈夫だよっていうのが今後出てくるといいかなというふうに思います。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。